今、なんて？信頼できる筋の噂ですが、サトシ君のおば殺しの犯人が見つかったらしいです。それって警察が逮捕したって意味？聞いた話では逮捕というより別件で取り調べを受けていた男が余罪として自供したんだとか。葛西、結局犯人って誰だったの？ご安心を。サトシ君ではないようですよ。連続開始事件を模倣した異常者の犯行というような話みたいです。はい？異常者？何それ。さあ、私もそれ以上は。何しろ今回の事件は秘匿捜査指定というものがかかっているんだそうです。なのでほとんど情報が出回らないんです。秘匿捜査？何それ。連続開始事件による村への風評被害対策ということらしいです。誘拐事件なんかでも犯人との交渉が行われている間は新聞に載らなかったりするでしょ。ああいう類のものらしいです。何しろ4年連続で綿流しの日に事件が起こっているわけですからね。お社様のたたりだと騒いで面白がる輩も多いそうですし。そうそう、何でもそのおば殺しの異常者ですが、連続開始事件を模倣したくて行ったと自供したんだとか。残念ながら例の東京行きの新幹線に乗ったらしいという情報も確認が取れないままです。正直なところ県の中にいるのか外にいるのか、それすらも分かっちゃいません。あれだけ胸を張ってサトシ君が犯人だと息巻いていたから、もう行方を掴んでるとばかり思ってました。ね
いやいや、情けない限りです。しかし、耳が早いな。はい？秘匿捜査指定だってのに、どこの誰が漏らしてるやら。やれやれ。うちの傍聴も問題があるな。まあ、腐ってもその崎の端くれですので、多少の噂は耳にできますということで。まあいいか。腹を割り合った仲ですしね。いいですよ。おしゃべりしましょう。まず聞かせてください。真犯人って一体何者です？異常者とか聞きましたけど、それってどういうことですか？どういうことって言われたってね。そりゃ私だって言いたいですよ。私はサトシ君が犯人の一点読みでしたからね。とんだ万馬券が飛び出したもんです。先日ですね、県警の方から急に連絡が来たんですよ。すでに逮捕して取り調べをしている男が主婦殺しを自供したって。それは何者？薬に手を出したとんでもない野郎でしてね、出所しては捕まるの繰り返しだそうです。雛見沢村連続開始事件が面白そうだったんで、4年目のたたりは自分が下してみたくなったとかなんとか。間違いなくそいつが犯人？私が直接話を聞いたわけじゃないんですがね、先方が取った供述調書にはいわゆる犯人しか知り得ない情報ってやつががっつりと含まれていたんですよ。凶器を王子川のどこかで捨てたって言ってましてね。今はドブさらいの最中ですよ。これで供述通りに凶器が発見されれば完璧でしょうな。たとえ凶器が見つからなくても、おおむね確定？確定でしょうな。現場の状況と仏の状況を正確に供述しています。襲った本人にしかわからないような細かいあたりまでね。納得は言ってないみたいですね。実はね、その大バカだれとっくに亡くなってるんですよ。うちに連絡があった時にはすでに亡くなってる。昼食とかに出てくるでしょ、先割れスプーン。留置場の食事にもあれが出てくるんですよ。そいつを飲み込んで窒息したんだとか、自殺なのか錯乱なのかちょっと区別がつかないですがね。だから十分に納得するまで調べられたわけじゃありません。私は納得できないんですがね、上の方は十分に納得しちゃったようでした。どうもその愉快犯が主婦殺しの犯人ってことで決着しそうな流れです。他の誰にも内緒ということで。私はこの大バカたりは何かの間違いだと思ってます。何かの偶然による壮大な勘違いか
もしくは2位。全然意味わかんないですよ、大石のおじさま。私は今でも犯人は北条聡くんだと思っています。きっぱり言い切りますね。残念ながら現場検証では犯人を特定できるような痕跡は何一つ発見できませんでした。聡くんが失踪した後、家宅捜索の許可がおりましてね、家を改めさせてももらいましたが、それでも手がかりはゼロ。それでも聡くんが犯人だと疑ってるねえ。証拠もないのにどうやったらそこまで人を殺人犯呼ばわりできるのやら。大したもんです。長年の勘ってやつですか。この道で何十年も飯を食ってきた男の直感です。サトシ君はどこへ。サトシ君が失踪した理由の一つこそが彼が犯人であるからだと固く信じていたんです。サトシ君が犯人でないならそのあたりがかなり薄れちゃいますからね。おば殺しの犯人はその愉快犯で、サトシ君の失踪とは無関係。サトシ君失踪は私とサトシ君の仲を裂くためにその崎本家がやったもの。おば殺しとは無関係という考え方は。私は旧敵との恋仲程度で、人一人を失踪させるなんてリスクを犯すとは思わないんですがね。実際園崎家の内部としてはどうなんです。シオンさんはそのあたり何かご存知。知っていたらこんなとこに来ません。ごもっともごもっとも。よし、なら一つどうですかね。協定を結びませんか。紳士協定。協定？何のです？サトシ君失踪事件捜査情報共有協定。裏の界隈でサトシ君の失踪に関する情報を得られたら私にも教えてください。もちろん私もサトシ君についての情報が入ったらあなたに提供します。いかがです。なんだか一方的な虫のいい話に思えますけど。シオンさん、このまま行くと主婦殺しの犯人はすでに死んでる、その大バカタレってことで確定すると思います。そうなるとサトシ君の扱いは単なる家出人になります。つまり積極的な捜査は打ち切られるということです。ですが私だけは続けます。私だけはサトシ君の行方を引き続き探します。シオンさんも私もサトシ君の行方を探しているという点では一致してると思うんですがね。目的が全然違いますがね。私は単に無事を確認したいだけですが、大石のおじさまにとっては逮捕が目的でしょうから。主婦殺しが決着すればサトシ君は無実ってことになりますよ。真実はどうかは別にしてもね。
怪しいもんです。まあ、今後も仲良くやりましょう。敵の敵は味方とも言いますしね。別に私、その崎本家と敵対しているわけじゃありませんよ。なあ、本当に？なら、そりゃ失礼。サトシ君はどうしてるんだろう。無事だといいんですがね。チェッ、生きてる可能性は薄いとか思っているくせに気休め言わないでほしいです。サトシ君の失踪、ひなみざわじゃ何て言われてるか知ってます？え？鬼隠しにあったなんて言われてるんだとか。鬼ヶ淵の間の底の鬼の国にさらわれたって？バカバカしい。とにもかくにも連続開始事件もこれで4年目です。気の早い話ですがね、来年もまた起こるんじゃないかなんて、もうささやかれてるんだとか。おば殺しが、お社様のたたりのせいだって言うんですか？全体的に見てみれば、仏も北条家の一人。ダム戦争の戦犯と縁がないわけじゃないですからね。しかも、またしても渡流しの日にとなれば、面白がる連中が現れるのも無理もないことです。バカバカしい。何がお社様のたたりだ。サトシ君は心のどこかで雛見沢を捨ててどこかへ逃げ出したいと思ってるから。サトシ君が体験していることは全てお社様のたたりの前触れなの。
ごめんなさい。驚かせちゃったかしら。いえ、びっくりしただけです。こちらこそ場違いな大声を出してすみませんでした。あなたが園崎紫音さん？私の名前を知ってて、私が初対面ということは、お姉の知り合いか何かですか？ごめんなさいね。私の知っている園崎さんは、図書館なんかに来るような人じゃないから、噂に聞いた。双子のシオンさんかなと思って。お察しの通り、私は園崎シオンです。どうも初めまして、こんにちは。失礼ですが、どちら様ですか？あら、ごめんなさいね。自己紹介がまだだったわね。高野美代。美代って呼んでくれていいわよ、シオンちゃん。お気遣いありがとうございます、高野さん。あら、怒ってる？ご検察、痛み入ります。私は一人で考え事をするのが好きなんで、よそへ行かせていただきます。失礼します。ごきげんよう。残念ね。私たち、話が合うと思ったのに。そうですか？私は合うとは思いかねますが。だって、お社様のたたりについて研究する同士に出会えたんですもの。貴重な出会いだと思うんだけど。これは、私の、そう、妄想みたいなもの。でたらめです。子供の落書きなんかほっといてください。お社様のたたりと呼ばれる一連の連続怪死事件、いずれの事件も個別に見えながら確実に一つの意思に基づいて行われている。毎年一人がお社様のたたりに会って死に、一人が生贄に捧げられて失踪する。は？何を急に言い出すんですか？一人がたたりで死んで、一人が、何ですって？ひなみざわ村連続怪死事件の犠牲者が常に偶数人数だってことは、あなたも気づいてたんじゃない？それとも、まだそこまでには至ってなかったかしら？
ね。そうでしょ。ヒントはこのくらいでいいかしら。二人で存分に語り明かしたかったんだけど、あなたが孤独を好むなら仕方がないしね。失礼な口の聞き方をしてすみませんでした、ミオさん。私のことはシオンと呼んでください。改めて自己紹介するわね。鷹野美代よ。美代って呼んでくれると嬉しいわ。よろしくです、美代さん。私は園崎シオン。ミオンの双子の妹にあたります。シオンと呼んでください。さっきの話を聞かせてください。二人犠牲者が出ると言いましたね。一人がたたりで、もう一人が、生贄とか言いましたか？ねえ、シオンちゃん。この話で盛り上がる前に、どうしてこの話に興味があるか聞かせてもらってもいいかしら。ミオさんこそ、私のことをどこまでご存知です？ご存知なら、おおよその見当はつくんじゃないかと。さあ、何年か遠くの全寮制の学校にいて、最近沖ノ宮に戻ってきたとしか知らないわよ。そうですか。じゃあ想像つきますよね。私がいない間に起こった連続怪死事件。私はよくわからないので調べてるんです。ちょっとした興味本位で。なるほどね。興味本位でね。ミオさんにも聞きます。さっき私のことをお社様のたたりについて調べる同志と言いましたね。なぜたたりなんか研究してるんですか？そして連続怪死事件の犠牲者は偶数人であることも言い切りましたね。雛見沢連続怪死事件は確かに通称でお社様のたたりと呼ばれています。なぜたたりを研究すると連続怪死事件にまで踏み込むことになるのですか？シオンちゃん、質問が一度に多すぎるわね。それに何が聞きたいのかややこしくて分かりにくいわ。順に答えるわね。私が研究しているのはたたりじゃなく、もっと抗議。鬼ヶ淵村の風俗師よ。平たく言えば、古代雛見沢村の知られざる歴史、暗黒史について研究しているの。鬼ヶ淵村？鬼ヶ淵って、あの鬼の国につながってるっていう村の奥にある底なし沼のことですか？あと知られざる歴史、
暗黒死って何です？鬼ヶ淵村というのは雛見沢村の明治以前の名前よ。暗黒死というのはうすうすは知っているでしょう。人食い鬼の歴史は南沢に縁のある人なら誰もが知ってる当たり前の昔話よね。ではその犯人犯鬼の仙人たちが時に山を降り人をさらって喰らった宴の話は知っている？え？何の話ですか？村人たちの体に半分流れる鬼の血は鬼は鬼でも人食い鬼の血だったって話は聞いたことない？ああ、まあそんな話もありますね。気に障った？何がですか？人食い鬼って単語を意味嫌う村人は多いからね。気に障ったなら謝るけれど。年寄り連中は気にするらしいですけど、まあ私はそんなには気にしてませんので。それより続けてください。ありがとう。続けるわね。古代の村人たちにはね、人を喰らう食人の習慣があったらしいの。そしてその食人の儀式を様式化し、さまざまなセレモニーや文化風習を生み出したと言われている。私たちが6月のお祭りだと思っている綿流しだって、本来はちょっと早い夏祭りなんかでは断じてない。本来は犠牲者をさらい食べるために行う食人の宴だった。彼らはね、犠牲者を高速台に縛り付け、お魚を下ろす時みたいに腹綿を引きずり出してそれを川に投げ捨てたとされている。ほら、魚の腹綿って綿って言うじゃない。それが語源よ、綿流しの。綿流し？そうよ。お布団の綿なんかでごまかすようになったのは、私の研究では明治の頃からじゃないかと思うわね。まさかこの昭和の時代にそんな恐ろしいことが堂々とできるわけもないのだし。もちろん思いつきなでっち上げなんかでは断じてない。誰にも見せないって誓うなら、綿流しのあたりの研究ノートを見せてあげてもいいけれど。ありがとうございます。お借りできるものなら後でゆっくり読んでみたいと思います。ええ、いいわよ。本当は閲覧厳禁の秘密ノートだけれどね。研究の同志になら
特別に見せてあげてもいいわね。一番最初にミオさんは言いましたよね。毎年の事件で一人がたたりで死に、一人が生贄にされて失踪すると。読めばわかるけど、かいつまんで話すわね。お社様のたたりとは、簡単に言えばお社様の怒りのこと。お社様が怒ったら罰としてたたりが起こる。それはわかるわよね。一応わかります。ダム戦争で村に敵対した人間たちにお社様が怒り、たたりが起こったと、そう言いたいわけですよね。そうね。でね、お社様のたたりというのは放置してはいけないの。もっともっと大きなたたりを招くからね。だから神職である古出家の歴代当主たちは、お社様のたたりがあるたびに、そのお怒りを鎮めるために生贄を捧げる必要があったの。それを生贄の儀と呼ぶみたいなんだけどね。じゃあつまり、毎年綿流しの日にお社様のたたりで一人死んで、そのたたりを鎮めるためにさらにもう一人を生贄にして殺してると、そう言うんですか？でも一人しか死んでませんよ、現実に。生贄に捧げられたなんて聞いたこともない。死体が出ないのは当然よ。だって生贄の儀式は犠牲者を鬼ヶ淵の沼に沈めることなんだもの。あの沼は一度沈めば二度と浮き上がることはないと言われる底なしの沼。死体なんて出ようはずもない。じゃあ毎年のもう一人の犠牲者はみんな沼の底に沈んでると？さあ、本当に沼の底に沈められているかはわからないわ。でも連続事件を起こしている人たちがそれを意識して一人を消していることは間違いないと思うわね。そう、つまり雛見沢村連続開始事件というのは2つでセットになったもの。そしてそれを毎年繰り返すことによって、ダム戦争時の旧敵を毎年2人ずつ殺していけるシステムのことを指しているの。私の話は省略しすぎてるからね。多分ちょっと信じがたいとは思う。だからこそあなたに預けた研究ノートをね、時間をかけてゆっくり読んでほしいの。内容を理解できたなら、私の話がそういい加減なものでもないことがわかるはず。ごめんなさい、町人が来たみたい。もっとゆっくり話がしたかったのに、残念。でも機会はまだこれからもあるでしょうしね。そのノートはそれまで預けておくわね。中身をよく読んで理解できたなら、私のいい話し相手になってくれるのを楽しみにしているわね。
ださいなの？鍵は開いてますよ。笠井さんじゃないよ、シオン。入るよ。どうぞ。お姉。どうぞ上がってって言うまで玄関に突っ立ってるつもりですか？どうぞ上がって。全然可愛くない部屋で申し訳ないけどね。落ち着いた雰囲気のとこだね。生活はどう？新しい学校はやっぱりつまらないです。一応通ってはいますけど、気分が乗らないときはサボらせてもらってます。全寮制だとなかなかそうはいかないですからね。セールチはやっぱりつらかったか。チェ、お姉も一度閉じ込められてみろってんです。ごめんごめん。ケーキ買ってきたからさ、食べよ。必要な家具とかがあったら言ってね。融通できるかもしれないから。この部屋にもようやく馴染んできたとこだけど、近いうちに引き払うかもしれないから、家具はノーサンキューです。うちのお父さんが沖宮に住むつもりなら戻ってこいってうるさいんですよ。お父さんに会いたくないんだけど、かといって逆らうのも怖いしな。お父さんもシオンがいなくなって寂しそうだったから、なんだかんだ言っても帰ってきたら喜ぶと思うよ。チェー、人事だと思って。シオン、爪は治った？もうすっかり傷口は塞がったからね。最近は目立つのがかえって嫌なんで、包帯みたいなのもしてないです。でもまだだいぶいびつでね、あまり人には見せられないかな。謝らなくていいよ。ミオンだってあそこは仕方なかったんだからさ。次期当主の役割を演じただけ。恨んじゃいないから。ごめんね。オッケー。その謝罪で私は全部チャラにした。でももう一度謝ったらそれは取り消し。一生許さないよ。
お姉は一度謝りモードに入るとなかなか抜けられない悪い癖がありますからね。私の方で区切らないとキリがないんです。本当に許してくれるの？サトシとのことも。シオンがサトシのことを好きなのはもちろん知ってたんだよ。あれだけ大勢の前で熱愛宣言しちゃいましたからね。なんだか今さら恥ずかしくもなんともないや。でもバッチャはあれで本当にけじめがついたと思ってるんだよ。シオンがちゃんと自分でけじめをつけてみせたから、それで全部終わりって。そうでなきゃ困ります。あれだけ痛い思いしたんですから。サトシどこに行ったんだろうね。サトシのことは本当に知らないの。本当、バッチャだって何も知らない。本当なの。嘘だ嘘だ嘘だ。じゃあ本当にお社様のたたりで鬼隠しにあったとでも言うつもりなのか。たたりなんてあるもんか、たたりなんてあるもんか。お前たちがサトシ君を鬼隠しにしたんだ。お前たち、その酒本家が、お前たちが、お前たちが返して、私のサトシ君を返して、返して。ミオ、これはどうしたの？シオンだけが爪を剥がされるなんてかわいそすぎるんだもん。
シオンがね、サトシのことを好きだって分かって、私、シオンとサトシに幸せになってほしかったんだよ。だって、シオンばっかり、いつもかわいそうで、私たちは同じ双子なのに、なんでシオンばっかり、いつも差別されて、私ね、ばっちゃにね、怒鳴って言ったんだよ。シオンとサトシをそっとしてあげてほしいって。そしたら、けじめをつけたら見逃そうという話になって。だからね、ちゃんとシオンが頑張ったから、もうね、二人は普通に過ごしてもよかったんだよ。なのに、サトシいなくなっちゃった。こんなのひどいよね。ひどすぎるよね。信じて、シオン。本当にサトシがどうしていなくなってしまったのか、わからないの。そのザキ家とかバッチャとか、本当にそういうのは何も関わってないの。バッチャは、シオンのけじめで全てを許した。だから、サトシに何かするなんて絶対にないの。ミオ、ごめん。苦しかった。苦しくなんかないよ。シオンはもっともっと苦しかったんだよね。シオン、
大丈夫？もう大丈夫だよ、ミオン。私たちはどうしてミオンとシオンなんだろうね。どうして同じ一人であってはいけないんだろうね。やめなよ。私たちはもう何度もそれを自問してきたよ。でも答えなんか出ない。現実に私とあなたはミオンとシオン、それが現実。私ね、自分がミオンでもシオンでもどっちでもいいんだよ。私たちは私たち、公平な関係でいたいのに。仕方がないよ。ミオンの背中には鬼が宿ってる。闘志を継ぐ定めが宿ってる。それは仕方がない。私嫌だ。鬼なんかいらない。鬼なんかいらない。私は鬼じゃない。鬼じゃない。同じ人間なのがいい。